んだよこのサイズ今モンベルのやつ。もうワンサイズ大きくないときついかな。だからなんか登山中気持ち悪くなるの締め付けられるから余計に買うかな。買い直そうかな。これだったら別に使用済みでもさ売れるからさ洗ってればっていうと F になるわけですね。いや今これ使ってるやつが若干ちっちゃいんだよワンサイズで。それしかなかったから。アウトレットで見た時もそれしかない。当たり前だけどこうやって見ると軍隊みたいなとこだね。え左本当に岸って感じ。うん、学校見てだな、これ、ね、運転してたのよりよってワナンバーっていうね。大体ワナンバーは品川の変な運転するじゃん。そうだね、うん、過信してんのか知らない。過信してんじゃん。たまにしか運転しなくてもうまいしみたいな感じだよね。やめてくれよ超怖いよ。そんな感じだよねあいつら、うん、うまくねえしとか。うまくない運転しない自分から見ても危ねえしとかしか思わない。だからさ勘違いしてんだよねみんな丁寧に入れちゃうからさ。俺運転ほら入れたうまいだろって。いや違うよって。あなたの合わせて運転してあげてるだけだからね。そう、俺のとこびっくりしてちょっと速度さ落としただけで、はい、どうぞって入れさせてあげてるだけだからねって、うん、決してあなたにあなたの運転スキルが長けてるそういうわけないからね。そもそもその車間距離で入らないから普通はって言いたくなるよね。このリック吉村って誰なんだ。すげえ気になる。富田屋。あそこにベンチとかあるけどあそこに座ってる人一回も見たことない。なんだろうこれ。もう学校なのかね。まあでもいろいろあるよね施設とかは。野球場もあるんだ。学校かもしんないねもしかしたらね。そういう野球場だもん。歩いてる人見たことないこの基地の中で、うん、その生活してる人たちのみんなどこにいんのって思っちゃうね。まあ五丁橋通り急に人の手伸びてきた。びっくりした。ちょっと遠方の地形ですか。まあでも球場だね。そんな向かい合わせでさポスター同じ顔貼らなくてもどれあれ反転させてるだけ。知らん。どれだよね。正直いないんだよね。やっぱ誰も名前入れない無投票が一
いや、でもね、書いたところで決まんないから。フリーザーってポケモン、伝説のポケモンフリーザーって知ってる？ああ、いるね。白いあのやつでしょ。が、どうしたの？今出てる。7月7日まで出てるって。ポケモン GO？ うん、うん、あれじゃないんだ、ジラーチじゃないんだ。ああ、まあ、話が結構見落としてるから、もしかしたらもう終わってるかもしれない。カメラには間に合わねえんだけど。いいな、この山の景色。天気言うと富士山見えるんだけどね、ちょっぴりだけ。あきる野市とか行かねえもんな。まあ、そうそうにはね。行くことなさそう。え？行くことがなさそう。俺まだ繋がってないんだけど。フーパーがいっぱいいる。電波治った？全然平気。そう。全然生きてる。あ、本当だ。俺全然電話できないんだけど。まあいいや。電話できんのかな、ちゃんと。いや、やってみ、多分繋がんないと思う。他のとこできると思う。なんだっけ、111だっけ？何それ？緊急なんとか。なんか電話のテストみたいなやつ、忘れちゃった、かけないで違うかもしれない。なんかの電話番号やればテストできるんでしょ。それで繋がればもう大丈夫だよっていう。ポンチンくん、どうですか、ね、そろそろ荷物してるよ。チンコ触ってんだけど、それでこすりつけるのやめてよ、汚い。もう大丈夫ですか。じゃあお尻触っててください。お尻触られても来ない。やっぱお尻触ってくから嫌いじゃない、はい、むしろなんか崩れてる顔してるし。ちなみにさ、うん、能力いるじゃん、はいはい、能力の足が尻もみもみするとなんか足踏みするんだけど、なんだろうな、ちょっと気持ちいいのかな。面白いよ、たもんたもんたもんって動くの。でたまにケツがだんだんなんかマカロニみたいになんかうにゃってなる。これすぐ右だっけ。あ、右だね。でブレイクしてもらおう。行き、これ右行っちゃうか。フリーザーよりもなんかそれけど、メガ海流だっけ、あ、リザードもいっぱいいるんだけど。リザードリザードンだらけ。つまんねえ。つまんねえ。いやー出張ね。ああ。本当思い返してもつまんねえ。マジこの辺何公明党のポスターやたらけて大丈夫？公明党だった。なんか思い返したわけですよやっぱ。まあね。一応初めてのあれだから。出張だったのにね。切れてる理由が分かんない。あの態度良くないと思ってる。しかも部外者になだめられてる。どんだけ滑稽なんですかって言いたくなった。まあ、うん、いやいや、あの、まずその前にまず発端はあなた方でしょ。通り過ぎちゃいそう。プーって。うん。